前回までのあらすじ、アニメ黎明期に国営が、自社出資で日本テレビ専属のアニメ制作部門を立ち上げ傘下に置き、翌年には岡本光輝さん、新倉正美さんなどを中心に日報映像がスタジオとして独立。しかし、冒険少年シャダーでトラブルが起き会社は倒産するが、すぐに新倉正美さんが狛江市に東京テレビ動画という会社を立ち上げるが、日本テレビの藤井健雄さんとの間に、金銭的トラブルが発生し東京テレビ動画は仕事を干されてしまう。そこで起死回生のポルノアニメを作るが大爆死、大赤字と一緒に会社は潰れてしまうが、東京テレビ動画時代に作った新潟スタジオを拠点とし、田中角栄さん経由で、新潟総合テレビの稲庭三郎さんに出資させ自分は社長、稲庭三郎さんを代表取締役にして会社を再興。その会社は日本テレビ動画となり、その後は TBS 系列のアニメを制作していたが、1972年夏頃、ふとしたきっかけでドラえもんを知った新倉正美さんは、かつて不祥事を起こした藤井健雄さんと再度タッグを組み、かなり強引な形でドラえもんの放送枠、そして制作権をゲットし、同年11月頃、日本テレビ動画が制作したモンシェリココで下請けをしていたスタジオテイクの正美淳さんに、日本テレビ動画の佐々木和夫プロデューサーからの依頼で、日テレ版ドラえもんと呼ばれる作品の制作を依頼され入社。こうして1973年11月から日テレ版ドラえもんの制作が始まるのだが、このドラえもんは本当に皆が言う黒歴史となってしまうのか。この動画は日本テレビ版ドラえもんの真実、序章の続きです。複雑な話が続いてあらすじも長いので、できれば前回の動画を見てから見てみてね。というわけで今回も、日本テレビ版ドラえもんの真実、本章だ。我が子裏切り続きもちでした。というわけで今回も、日テレ版ドラえもんについて解説していこう。1972年11月、佐々木和夫プロデューサーから依頼されて日本テレビ動画に入社した正美淳さん。まず彼が取り組んだのは日本作家協会に頼んで、4名の方に脚本を頼み、パイロットフィルムの制作と演出を一人で行っていた。そして1973年1月に、パイロット版を完成させ、正美淳さんと佐々木和夫さん演出、設定やシナリオは徳丸正夫さんが用意し、原作のガチャコが登場するクルパー電波の巻を改訂し、ガチャコではなくドラえもんが登場する話に変更。なぜこのクルパー電波の巻がパイロット版として選ばれたかというと、パイロット版というものは、この作品の魅力を伝えるための作品であり、それが一番よく表現できる、原作でも印象のある作品を選ぶ。それが当時1972年時点ではドラえもんのエピソードそのものも少なかったので、この原作のドタバタ劇が面白い、クルパー電波の巻が選ばれたんだと思うぜ。なるほどね。このパイロット版の完成は翌年の1973年1月、この時点でレギュラーのキャラ設定や色設定を考えるために、はっきりとはしていないらしいが、オープニングを作るために、1月からチーフディレクターとして合流した神梨光雄さんが、誰かにお願いしキャラデザや注意書きを制作してもらい、それを文芸担当の徳丸正夫さんが演出的センスを持っていて人当たりが良く辛抱強いという理由から原作者との校閲係に選ばれ、脚本、絵コンテ、キャラクター設定、色指定の校閲など、先生に見てもらっていたのだが、先生はアニメに関して基本的にあまり口出しはしなかったようだが、このところは本人である徳丸正夫さんしかわからないので、本人がいつかインタビューに答えてくれるといいですね。そしていろいろな設定やオープニング、パイロットフィルムなどが完成したので、実は完成後すぐに中野のスタジオ近くの幼稚園で試写会を行ったらしく、子供たちの反応も事前に確かめていたといいます。リアルな声が聞けるのは嬉しいよね。それだけちゃんとアニメを作ってたんだね。そう、だけど正確には日本テレビ動画だけで作っていたわけではなく、前回もお話ししたが、その当時東京テレビ動画の中のスタジオではアニメは作っておらず、グロス受けという、今ではよくある手法だが当時では珍しい1話丸々下請けに投げるというやり方で、当初はスタジオジョーク、スタジオフルミ、アド5、トップクラフトなどをローテーションさせグロス受け、その中には新潟スタジオも入れていたようで、下請けのように仕事を割り振っていたというが、実際にはこれらのスタジオではなく、別スタジオのグロス受けでローテーションしたらしい。だが、意外にもある程度スケジュール通りに行っていたらしく、当時のアニメ制作環境的に止まりは多かったけれども、制作には責任を持ち、一つのグロス受けに進行を常に一人、チーフの神梨光雄さんを中心に三人と演出助手を二人付け、進行に作らせたスケジュールを正美淳さんが管理していたのだ。ただ、こういう作り方をしていたにもかかわらず、当時は作画監督はいても総作画監督がいなかったため、話によっての雰囲気が微妙に違うといった、グロス受けごとの持ち味が出てしまうという事態も起きてしまうのだ。今じゃそういうのは総作画監督がシリーズ全体を見るけど、当時じゃグロス受け自体珍しいからそんな役職なかったんだね。そういうことだな。当時はシリーズ全体じゃなくて、1話単位でがまとまってればよい。
って考えだったらしいからね。ただ、たとえ1は単位で仕上がっていても、絵がダメならまさみ潤さんはリテイクを出していたようで、一定ライン以下の水準は出さなかった。それぐらいちゃんとアニメを制作していたんだな。そんな感じで月日は経過し、1973年4月1日、ついに第1話が放送される。第1話はパイロットフィルムを有用し再構成した、出た、ドラえもんの巻という作品だった。本作は日曜の7時から30分のゴールデンタイムに放送されたのだが、ドラえもんは小学生向けの漫画を原作にしており、対象年齢が低かった。それに加え、強力な裏番組が放送しており、これは1973年8月5日、日曜夜のテレビ欄だが、マジンガー Z、NHK ではお笑いオンステージ、当時人気だったアップダウンクイズというクイズ番組があり、この時間帯は日本テレビが視聴率で歴代苦戦を強いられてきた枠でもあるので、局側としては、5% もいけばいい方、と、視聴率に関しては比較的寛容な姿勢をとっていたというのだ。裏番組が強すぎるね。マジンガー Z なんて当時超流行ってたっていうし。そう、そして第1話が終了し、その視聴率はどうだったかというと、なんと 10% 近い数値を記録。お、普通に検討してるじゃない？そう、子供向けアニメだし、初めからそこまで期待されていなかったドラえもんだが、滑り出しは悪くなく、このドラえもんのアニメはもともと2クールを予定されていたのだが、ある程度視聴率が確保されたらその後も継続する流れになっており、スタートはとても順調だったのである。おお、これで日テレドラえもんは順調に。っていうわけにもいかなかったんだよな。実は第1回、第6回、第8回で 10% 近い数値の視聴率は記録したのだが、第11回あたりから視聴率が5から 6% と低迷。ってなわけで、ここで大きなテコ入れが入るわけです。中間報告書、これはアニメが中盤に差し掛かったら出てくるというものではなく、アニメが始まったばかりの5月頃からすでに出ていたらしく、この中間報告書というのはドラえもんに限った話ではなく、アニメを作ったら途中必ず提出されるもので、ドラえもんの場合中間報告書は全18枚、約8割が作品の解説、残りの2割がその他の資料であり、この資料をもとに、今後の構成方針など、演出などを決めていく、変えていく、俗に言うテコ入れが行われるのである。ここで有名なテコ入れが、皆さんもご存知、そう、ドラえもんの声優交代である。ああ、このテコ入れで声優が変わっちゃうのね。うむ、これは当時のアニメでも声優が交代するというのは異例の事態でな。ドラえもんは当初富田浩生さんという、後にバカボンのパパなどで有名な方が声を当てられており、それはなぜかというと、当時のドラえもんをスタッフは、世話好きなおじさんというイメージを抱いており、このことに関してまさみ潤さんは、最初は藤子作品の原作でも、ドラえもんって友達じゃなかったと思うんですよ。何でもやってもらえる世話好き係で、のび太より年上なんです。富田さんの声しか思い浮かばなかったと思うんです。でもアニメをやってるうちに、藤子先生の原作では、どんどんドラえもんはのび太の友達として描かれていきますよね。と、語られており、当初のドラえもんの作風は、富田浩生さんがドラえもん声優を担当していたこともあって、非常におっとりとした哀愁漂う親父臭い性格に設定されていたのだ。だが、中間報告書を提出した段階で日本テレビから要請があり、年上の召使い前としたドラえもんをのび太の友達というイメージに近づけるため、声優を富田浩生さんから野沢雅子さんに変更したと証言されているのだ。その際制作側からは、今のままの声で良い、という意見が出なかったし、そういうことなら仕方ない、と、声優交代に応じたが、演出からは当時はまさみさんは知らなかったが反対をしていたといい、チーフディレクターだった上梨光雄さんは、この声優交代に関して、富田浩生さんはアドリブがとてもうまく、アドリブのセリフを入れてもらえるように、間を空けておいたりしたりしたぐらいだったので、視聴率が上げたいというなら、富田浩生さんの声の責任にする以前に、作画とか演出とかでもっとやるべきことがあったと思いました。と、語られており、主題歌を制作した越部信義さんも、富田さんの声はいい声でしたね。富田さんが歌われることを想定して、書きました。と、語られているし、現場でも声優交代に対して不満や反発はあったものの、最終的には交代してしまい、富田浩生さんに一切の落ち度がないのに、途中で声優交代をしてほしいというと、気持ちよく交代していただけたと報告を受けたと言いますが、まさみ潤さんは内心大変心苦しかったと語っています。そりゃせっかく主役に抜擢されて、仕事も完璧にこなしてたのに、視聴率の問題から勝手に声優変えられたらたまったもんじゃないよね。うむ、でもそこは富田浩生さんの心の広さにただただ甘んじていたんだな。そんな感じで新しい声として採用されたのは、後にドラゴンボールの孫悟空などでおなじみの野沢雅子さん。野沢雅子さんによってドラえもんは可愛らしい声になり、おっさんからのび太の友達感が増し、そしてこの声に合わせるため作風も変える、まずはおっとりのんびりした人情ものの作風を、上梨光雄チーフディレクター主導のもと、ドタバタ路線に切り替え、原作にいたガチャ交通クール目から導入。
そして当時はまだ原作漫画が非常に少なく、ストーリー性が薄かったので、原作を元にしつつアニメオリジナルの要素を随所に入れていき、テレビオリジナルストーリーや設定を書き起こしたという。なお、このことに関しては原作者である藤子先生は了承済みであり、まさみ淳さんも、原作を外れた内容を作ったという意識はない、と、語っており、2クール目からはかなりのテコ入れを行うのである。作風も変えて、声優も変えて、オリジナル設定やストーリーも入れつつ、原作者も了承済み、かなり気合を入れて軌道修正しようとしたんだろうね。そう、まさみ淳さんも先ほど伝えたように、制作に関してはかなり厳しく見ていたようで、音声まで入った完成フィルムなんかを全面リテイクするとか、クオリティの向上には常に真摯に取り組んでいたという、すごい気合の入れようだね。そう、こうして中間報告書からの大幅なテコ入れが終わり、2クール目、第14回放送ではどうだったのかというと、最初こそ少し低迷していたものの、第20回ぐらいには序盤の水準にまで戻り、何度か 10% は超えたらしく、平均として視聴率は約 6.6% 程度にとどまったのだが、そもそも日テレ側としては 5% もいけばいい、と言っていたぐらいだったので、このテコ入れは裏目に出た、とまではいかないが、悪くはなかった、という結果に落ち着いたのである。そのおかげか、2クール目で何度か 10% を超えたので、なんと1973年8月には第3クール継続の話が出たのである。第3クールの話あったの？そう、世間ではよくこのテコ入れで大失敗して終わったと言われているが、内情はそんなことはなく、むしろあの時間帯で検討してくれたというのが日テレ側の回答で、しかもご褒美に日テレドラの制作スタッフを千葉房総半島にある、日本テレビの保養所に招かれて、豪華な接待まで受けて、日テレドラはかなり好転していると言える状況だったのだ。すごいじゃん日テレバンドラ、視聴率もそこそこ取れてたし、原作者も許諾してるし、アニメも真摯に作られてるし、全く終わる要素がないんだけど、どうして2クールで終わっちゃったんだろう。そう、すべてが順調だった日テレバンドラえもん。8月中旬、後に日テレドラが伝説の作品と言われる由来、最大最悪の事態が発生してしまうのである。一体何が？8月初旬、まさみ淳さんがお盆休みで田舎に帰っていたので、そろそろ仕事に戻るために東京へ戻ってくると、テレビ局のプロデューサーから呼び出しがあったのだ。その内容は、衝撃の事実だった。日本テレビ動画が解散するという噂があって、外注さんに不審な動きがあるという情報が入っている。会社が解散、一体どういうこと？これにはまさみ淳さんもびっくり、本来こういう話は会社から社員に伝達するものであって、なんでテレビ局のプロデューサーに言われたのか、これはどういうことなのか急いで会社に行ってみると、なんと、社長の三倉まさみさんが逃げたのだ。はぁ？なんで社長が逃げたの？その理由は一切不明だが、一つの真実として、この日テレ版ドラえもんは第3クールが決まっているほど順調であり、モンシェリココの時に言ったが、この時代はアニメにかける資金が宝くじみたいにとても大きかったため、日本テレビ動画の資金繰りはとても順調になり、2クール目の終盤には、とある借金の補填が終わったんだよな。あれ、もしかしてその借金って、そう、大爆死したポルノアニメだ。ああ、あれ大きな赤字だったからね。そう、この新倉まさみさんは失踪する前後にこの借金の回収が終わったのを見て失踪し、この動向を見ていた外部の人間がおそらく日本テレビ動画が解散するのではないか、という噂が流れ、そして案の定新倉まさみさんが失踪したため、プロデューサーがまさみ淳さんを呼び出したんだな。全部丸投げって、やばいじゃん。そう、でもやばいのは資金を借金に補填したためか、会社には一切お金が残っておらず、ここでグロス受けをしていた下請けが、日本テレビ動画がお金を出さない、という噂が立ってしまい、なんと完成したフィルムを上げてこない事態に、超やばいじゃん。放送どうするの？そこで当時の制作主任だったまさみ淳さんは、テレビ局からは絶対に穴を開けるなと言われていたので、もし何かがあったら私が責任を取るので、私の顔に免じてなんとか、と、外注さんに頭を下げて、なんとか2クール分の最終回までこぎつけたのだ。だが、問題はここからだった。本来なら3クール目であるドラえもんを制作する予定だったのだが、代表がいない？いや、いないわけじゃない。そう、資金を出資していた名目上の代表取締役、NST 新潟総合テレビ役員の稲庭三郎さんである。あ、いたね、名目上の代表。でもこの人確か経営に興味ないんじゃなかったっけ？そう、稲庭三郎さんはあくまでお金を出すだけの人、アニメ会社の経営には無関心だったし、ポルノアニメの赤字から経営は火の車、そこからやっと黒字に転換したので、もう、やめよう、という一言により会社は解散になってしまうのだ。
え、こんな終わり方で終わっちゃうの？そう、ただ問題だったのがお金である。まず、新倉正美さんが失踪時にお金を全部借金の補填に当ててしまったので、社内には全然お金がなく、しかも稲庭さんが会社を継続する意思を見せないために、1973年9月30日のドラえもん最後の放送日には、中野のビルを空っぽにして引き渡さないといけない。しかもグロス家に渡す支払い金を工面するために、正美淳さんや会社に残されたスタッフで、社内で売れそうなものを全て売り払い、なんとか資金を工面したのだが、それでも足りず、グロス家会社、そして外注スタッフ全員にお金が行き渡ることはなく、それは会社が倒産した今でもまだ支払われていないのだ。もう回収できないだろうね。そう、そして備品を売り払った際に、もう一つ大きな問題に直面する。それは日テレバンドラなどを含む、多くの資料、帳簿、絵コンテ、脚本、カット表、原画、背景。それって一体どうしたの？これは売れないからな。保存するにも膨大すぎる量だった。だから仕方なく、まさみじゅんさんはライトバンに積み切れないぐらい大量の資料を押し込んで、地元の埼玉の浦和に戻りました。そこで今も保存しているのかな？え、灰になったんだ。そんな量の資料を管理できるわけもなし、ゴミを捨てる業者に頼むお金もない。だからまさみさんは地元の浦和で、ドラえもんの最終回が放送された日の夜に、荒川河川敷で全てを焼却処分したといい、目の前で燃えていったセルが、台本、絵コンテ、カット表、シナリオ原本、色見本、色指定キャラクター表、帳簿、この当時の様子をまさみじゅんさんは、我が子を荼毘に付す気持ちでした。と、かなり辛かったと証言しており、こうして日テレバンドラは最終回の夜とともに、荒川の河川敷で灰となって伝説とされてしまうのだった。そんな悲しい終わり方だったなんて、そう、すべてが順調にいっていたはずの日テレバンドラえもん、それはテコ入れや視聴率低迷、黒歴史などで終わったものではなく、一人の男の失踪からすべてが崩れ去り、日テレバンドラの続きを作ることが叶わず、当時の資料が全然残っていないのは、会社が倒産し燃やすほかなく、一個人が管理するには膨大すぎるからなのだ。そしてまさみじゅんさんは先ほどの、もし何かがあったら私が責任を取るので、私の顔に免じてなんとか、という言葉通り、結局お金を工面できずに会社を畳むことになってしまったので、責任を感じて本当にアニメ業界を去られてしまいました。確かに言ったけどまさみじゅんさんの責任じゃないじゃん。うむ。でも外注にお金が渡せなかったし、自らが責任を取った形だったんだな。こうして悲しい終わりを見せたドラえもんだが、物語はもう少しだけ続く。まず失踪した新倉正美さんはどこへ消えたのか、責任を取って辞めた正美淳さんのその後は、藤子 F 不二雄先生の反応はどうだったのか、そして全てを灰にしたのに、なぜ今回のようにいくつか資料が残っているのか、次回最終回、その後の物語を語っていこうと思います。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。